皆さんこんにちは。メタクズです。今日は診断で実装された虎用の弦を使った60枚 GS のデッキ紹介をします。虎用の弦はかなり強力なギミックとして使うことができるので、今後60枚デッキや墓地肥やし系のデッキ、罠デッキなどで見かける機会がありそうです。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご覧ください。今回は虎用の弦を採用した60枚 GS になります。このカード何をするカードなのって話ですが簡単に言うと、起動効果でデッキからビリューコレケンというモンスターを相手に送りつけます。ビリューコレケンは相手の場に送られた時に強制的に効果が発動し、こちら側が2ドローして手札を1枚捨てるという効果を受けることができます。つまり召喚して効果が通るとまず2ドロー1枚捨てができるわけです。それだけではなく相手の場にモンスターを置くので、ガンマや泡をその後打たせなくすることができます。そしてギミックの組み合わせで強力なのがこの3戦のゴーです。なんと相手の場で強制発動するのでゴーで好きな魔法をサーチできます。当然ですがこのデッキであれば芝刈りをサーチします。そうです。虎用の弦と豪を持ってると2ドローして芝刈りをサーチできます。豪以外にも先行で浮きがちな参戦の際もアクティブにできるので、急に2ドローやハンデスを打ててかなり便利に使えます。今回も今までと同じようにスネークアイギミックを採用しています。1枚から生み出せる特殊召喚回数がかなり多いので G 突破するときに便利です。それに加えてユベルギミックも採用しています。スローン1枚で召喚剣を使ってキュリオスファントムか召喚剣を使わずにファントムを出せます。先行で芝を持つ確率が上がったのでスローンでうららを止めながら、芝を狩る機会がかなり増えています。今まで架け橋から応募かペルレイノをサーチしていましたが、ペルレイノが禁止になったためスローンをサーチできることにメリットが出ました。枠を1枠開けてブラックガーデンを入れると G 突破が強くなったり、里を採用すると先行盤面がより硬くなったりといろいろできるカードです。それでは対戦の方を見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回はかなりティアラギミックによっていますね。シェイレインから入っていきます。キトカロスにガンマをもらいますがティアクシャの際もあるので、ここは貫通できそうですね。墓地の現在方からエクセルを回収して展開できるので、この際はハンデスに回して誘発をケアしていきます。墓地でスネークアイギミックに触れるのはかなりいいですね。ここからキュリオスに行って展開していきます。もうティアラには触っているのでホルスに触っていきましょう。今回はアナコンダの代わりにバリケードを採用しています。架け橋を能動的に切ったり墓地の棺を拾ってリソースにできたりします。トップはワケアも兼ねてガンマを貼り付けておきます。バリケードを作ってキュリオスへ向かいます。注意点ですがバリケードを作る前に墓地にリンクリボーを置いておいてください。バリケードはメインゾーンに向いてるマーカーが下にしかないのでリンクリボーを絡めてないで出してしまうとキュリオスが着地しません。これで架け橋を落としてホルスギミックへ向かいます。こんな感じで4種類のギミックが混ざってるデッキですが、墓地肥やしだけで理論上全てのギミックに触ることができます。トップ号を引きましたがもう芝刈りできる枚数ではないので、ブリーフをサーチしてルルカロスを立てておきます。虎用の弦、サイ、イムセキ、ユガレスでかなりの枚数ドローできるので、号を積もって好きなカードを持ってくることが結構あります。ホルスからジアンデッドを作ってさらに墓地肥やしをしていきます。ユベルがめくれたので黒シープを立てていきます。墓地にファントムの素材が溜まってるので蘇生効果も使っていきます。今回は特に蘇生したいカードがないので適当なカードを蘇生してアポロウーサを作っていきます。このデッキの誘発受けが結構いい部分が妨害がリンクモンスターに集中しているところにあります。特定のカードが絡まなくても墓地リソースから展開して、リンクを繋げていくだけである程度の妨害を生み出せるので、特定のカードの効果が止まってもある程度は妨害を作っていけます。相手は高校を譲ってくれたので天敗ですね。さすがにここまで妨害を引けば一滴でもまくりきれません。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回のリプレイは全部先行になっています。これは天敗が8割ぐらい遭遇してほぼ天敗のリプレイだからです。後手のリプレイも一応あるんですが、ランクマなので霊獣の展開がちょっと変だったりして微妙なので乗せないことにしました。今回はジアンデッドに何か狙っても大丈夫なように、ブリーフとティアラを残してホルスの展開をしていきます。ジアンデッドで虎用の弦がめくれたので出していきます。このカードジアンデッドや黒石から切っても強いのが魅力です。霊能を引けたのでティアラの展開をしていきます。最初に持ってたサイト号を握ってればここで芝打てましたが、さすがに誘発の受けを作れないのはやばいので、グリーフ温存で良かったかなと思います。盤面が邪魔なのでズガレスにして一旦 EX に置いておきます。このままキトカロスの墓地肥やしを使って落ちを見ていきます。シェイが落ちてくれたのでルルカロスを立てていきます。
さらに先ほど立てたジュガレスでにドローしていきましょう。ムドラを捨てて黒シープを作っていきます。スローンを引けたのでスピリットを破壊してレベルを出していきます。これで黒シープの効果でデピュロスを蘇生して3体で強力を立てていきます。今回はバロネスに繋げたいのでデストルドを落としていきましょう。白雪を蘇生して47の並びを作ってデストルドを蘇生してバロネスを立てていきます。トラ用の電話邪魔なので破壊しちゃいます。このまま余ったモンスターでアゴロウーサを作っていきます。アドバンテージを取ったカードを素材にウーサを出せるのがめちゃくちゃ強いです。引いちゃった架け橋を落としてホルスを送りながら適当にフィールド魔法を回収しておきます。本来ならペルレイノを拾えるんですが禁止なので仕方ないですね。あとはホルスと墓地の現在法から回収したオプルスを使ってマスカレーナを立てていきます。最後にファントムを出してターンを返します。妨害数はいっぱいです。相手はテンパイです。一滴で全てを捨ててきましたがこれでは4体しか無効にできません。海面をサーチしましたが実は海面はルルカロス当てることで無効にできます。これで手数例ですね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。今回は G 突破のリプレイになっています。トラ用の弦から入るとガンマと泡を腐らせるのでかなりやりやすくなります。今回は理由これ剣の方を引いてますがこちらでも問題なく斎藤を有効にすることができます。ちょっともったいないですがうららをケアしたいのでファントムを先に立てて展開していきます。送りつけに成功した場合相手から泡は飛んでこないので考慮する誘発は効果モンスターだけ考慮すればよくなります。つまりファントムやウーサをなるべく立てるようにして展開すると誘発のケアがかなりやりやすくなります。それでも当然ベイラーを早めにまとめて引かれると G 突破に失敗しやすくはなるので不運にはなってきます。特にテンパイは誘発量が多いので相手の採用誘発次第ではかなりきつい対面です。ここからはキュリオスを作ってさらに展開を続けていきます。考慮すべきは基本はベイラーなのでキュリオスを作ってすぐにウーサにしちゃうのが良さそうです。早めに墓地肥やしをしたいので今回はティアラギミックから入ります。架け橋3枚入ってるので意外となんとかなることが多いです。L をするときは早めに白雪を絡ませたいので、墓地肥やし枚数が多いキトカロスからできれば入りたいです。トラ用の弦たちの偉いところが戦士族なので、グリーフを打つとレイノと入れ替えることができます。これでキトカロスに直行できるのは偉いですね。ここからは墓地肥やし展開をしていきます。白雪も絡んでくれてルルカロスも出てくれました。これならジーツッパがかなり現実的に狙えそうです。ホルスが絡んで欲しいのでジュガレスで引きに行きます。架け橋とオーボを引いてくれたのでこれでホルスに行けますね。ウサギはウーサで止めていきます。ウーサってカードがめちゃくちゃ強いです。相手のデッキ枚数ももう少ないのでジアンデッタで一気に削っていきます。もう6枚しかないので適当に展開して勝ちですね。対戦ありがとうございました。ここからはリプレイ垂れ流しになります。使うときの参考にしてください。
GOD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 
ということでいかがだったでしょうか。トラ用の弦 60GS でした。単体でも2ドローで疑似的な初動になってくれて、手札を捨てれる点も噛み合っていて、泡をケアできるのも魅力だし、5を有効にできたりで、かなり噛み合いが強いカードになってます。今後の60枚デッキにはトラ用の弦はかなり採用されていくと思います。個人的な注目カードです。ご視聴ありがとうございました。